3月はこの日程で浪人生合同説明会を行います。参加のお申し込みは動画概要欄の URL をクリック。こんにちは、学びずの矢沢です。本日はですね、逆転合格できる塾予備校選びの注意点というテーマでお話ししていきたいと思います。まずそもそもですね、逆転合格って非常に曖昧な言葉だと思っていて、この逆転合格のね、定義からちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。まあ、もちろんね、様々ありますよ、解釈は様々ありますけど、逆転合格ってこれが定義だよねっていうのを、まずちょっと伝えた上でちょっと説明していきたいと思います。そもそもね、今新高校3年生であったり、浪人生っていうのはですね、第一志望として掲げるところって実力相応校ではないはずなんですね。で、実力相応校ってどういう大学かって言ったら、基本的に今模試の判定、直近の模試の判定で B 判定以上が出てるところが基本的には実力相応校です。っていうのも、A 判定が合格率 80% 以上、まあ、B 判定が、おおよそですね、60% 以上というふうに定義されていて、まあ、目指したら半分以上はギリギリ受かるよねっていうのが B 判定のラインなんですね。C 判定以下は 40% 以上という形になって、半分受からないわけですよね。はい。ということで、実力相応校っていうのは B 判定以上だとしたときに、逆転合格は今、E 判定が出てるようなところ。まあ、D 判定、まあ、D 判定も入れてもいいけど、まあ、基本的には E 判定とかが出てるような大学を志望校としたときに、そこに合格するために選ぶべき、塾予備校はどういう特徴を持っているのか、そういうところを選んで入ることによって、このみんなの逆転合格は報われるという形ですね。まあ、でも基本的にさ、その中学生の時から中高一貫校に入って、医学部であったり東大京大難関国公立を目指してる、もう6年かけて目指してるみたいな子は、新高3になった時点でですね、 A 判定 B 判定 C 判定東大京大 A 判定 B 判定 C 判定ぐらい出てるのはおかしくないことなんですよ。まあ、このチャンネルを見てる子たちは今から1年間がっつり勉強して、難関次第に行きたいっていう子が多いと思います。なんで、その子たちに向けてですね、僕がちょっと話していきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。じゃあですね、まずこの塾予備校選びの注意点で、まず2つのトピックに僕は分かれると思っていて、1つ目がですね、こちらです。そもそも受かるペースで勉強できる塾なのかどうか、そもそもそれをしっかりと指定してくれる、この形でやったら受かるペースなんだよっていうのを指導できる塾なのかどうかね、この当たり前やんと思うかもしれへんけど、僕の体感、世の中にある塾の中でこれちゃんとできてる塾予備校は2分の1ぐらいです。正直もっと少ないかな、もっと少ないかもしれない。でも大学受験対応してるって言ってる塾の中で2分の1ぐらいだと思います。はい。で、続いて2つ目のトピックが、自分の悩みを解決してくれる塾予備校かです。これもね、めちゃくちゃ大事、こっちの方が大事なんだけど、こっちの方が大事なんだけど、これ大前提ないところあるから気をつけてねということで、2段構えでちょっと説明していきたいなというふうに思ってます。それではまず一つ目ですね。そもそも受かるペースで勉強できるかどうか。これ当たり前のように感じるかもしれないけど、本当に実は当たり前じゃないんですね。はい。穴埋めにしてます。一つ目、こちらでございます。はい。一つ目ね。個別指導塾は個別最適化塾ではないです。これね。僕ね、個別指導塾アンチです。はい。正直言います。アンチです。っていうのもね、僕19歳の時から塾経営してるんですね。で、19歳の時何をしたかって言ったら、とある個別指導の塾を買ったんですよ。ね。大学受験終わってからすぐにお金貯めて、それを頭金にして、19歳の時に買った塾は個別指導の塾でした。ね。そこのやり方に納得いかなくて、なんじゃこれっていう風になって、大学卒業とともに作ったのが、マナビズムっていう学習塾なんですね。大学受験に特化した。ね。このマナビズムと比較してっていう話ではないんですけど、僕が大学生の時に見たなんじゃこれっていう個別指導塾はですね、まあ、多くのね、多くの子が個別指導塾ってこの名前にさ、釣られてさ、あ、自分に合った指導をしてくれるんだっていう風に思っていたり、ね。まあ、保護者の方が特にそうだよね。この子に合った、この子には個別指導しか合ってないと思うんです、みたいなご家庭が多いんですけど、僕からするとですね、いや、確かに君の今のレベルに合った指導はしてくれるかもしれないけど、それって考えてみて、逆転合格できるんかっていう話、あなたの今のペースに合わせて逆転合格できるんかっていう話、できないんですよ。だってあなたの今のペースに合わせてたら E 判定のところは合格率 20% 以下だから、 D 判定でやっと合格率 20% 以上だから、いや、さっき言った B 判定の大学、 A 判定の大学、 B 判定の大学に行くんだったら、今の段階で、ね、もうそこが第一志望なんだったら僕個別指導の塾でいいと思うんですよ。じゃなくて、ひっくり返したいと、
ね、みんな賢くなっていくわけじゃないですか。大学受験生になっていくにつ当たってね、賢くなっていくわけじゃないですか。で、自分が今の自分のままのペースだったらみんなの方が走るの早いから偏差値的に下がっていきます、相対的にね。絶対評価じゃないから、偏差値は相対評価だからね。でしょ？だから今の自分に合わせてもらってもしゃあないわけですよ。僕たちがやらないといけないことは、大学に合わせて逆算した指導ができないといけないわけですよ。で、それがね、僕は個別指導の塾でそれが大事だっていうふうに思ってたから、勝手にそういう指導をしてました。ね、自分の塾で。勝手にそういう指導をしました。ただ、それって当たり外れがあると思うのよね。もちろんね、全部の個別指導の全部の先生が悪いって言ってないです。言ってないです。言ってないんですけど、当たりの先生にちゃんとついてもらうことができれば、それは悪くない。それは悪くない。ただ、そうじゃないな。あれ？これって間に合うペースじゃなくね？ってなってる、それはですね、絶対間に合ってないです、基本的に。なんで、一つ注意して、個別指導塾は個別で指導してくれるかもしれへんけど、君に最適化された塾でないことが多いよ。これ注意してください。はい。続いて二つ目です。集団授業は、モチベ観点でいいが、最適化はされない。ですね。まあ、これもね、イメージしてもらったらわかると思うんですけど、多くの大手予備校の集団授業の形式。まあ、今はね、そんなに多くないけど、まあ、大都市圏に行けばあるじゃないですか。で、そういうような、集団授業をやってるような学習塾であったり、予備校っていうのはですね、基本的に4月からカリキュラムが始まります。ね、4月からカリキュラムが始まって、夏休み夏期講習があって、秋に入って、後期に入ってね、冬期講習、直前講習があって、受験という形になるんですけど、4月の頭から入ってたらいいですね。4月の頭から入ってたら、特にできない子はもう絶対そこ逃してしまったら、集団授業の予備校っていうのはかなり厳しいので、他を探すことをお勧めするんですけど、それで行きます。それで4月で行ったとします。それでね、集団授業の授業に入ったとします。そしたらですね、先生はやっぱりそういうところで授業してる方ってやっぱりめちゃくちゃ授業うまいんで、モチベーション的にはめっちゃわかりやすい、めっちゃ覚えやすいってなってですね、勉強する意欲は湧くと思います。これは僕が授業、もう僕もね、学びズムってもともと集団授業の塾だったから、これに関しては集団授業が一番モチベ的な観点では僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、さっきも言った4月からこういうふうに始まって夏期講習があって、周期があってっていうようなね、カリキュラムになってて、カリキュラムが決まってるっていうことは素晴らしいことなんですけど、最適化はされないよね。個別最適化はされないわけですよ。だから自分に一番最適なルートで勉強する、最適な形で勉強するっていうのは、集団授業の塾ではないので、最適化された勉強は自分でできるけど、モチベーションアップしてほしいということだったらですね、やっぱり集団授業とかをやってる塾に行くのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。三つ目ですね。三つ目は、ちょっとマナビズムのやり方はどうなってるんだっていう話なんですけど、マナビズムはですね、映像授業があります。で、映像授業と参考書で基本的に学習していくんですけど、基本的に塾に行って映像授業を見てカリカリ勉強する、チューターに質問するみたいな、そんな塾ではなくてですね、映像授業も参考書もすべて宿題です。はい。やってきてね。ここまでにやってきてねっていうような課題が、週に1回ある個別の自習コンサルティングというもので、課題設計されます。映像がいいところ、例えば理解しないといけないような科目って僕は映像授業の方がいいと思ってるんですね。それに対して覚えるのが多い科目、例えば社会とかそういうものは、参考書の方が効率が良かったり、教科書の方が効率が良かったりすると思うんです。なんでその科目の勉強法の性質に合わせて、映像授業と参考書のいいところ取りをして、そこからですね、やっただけの子がめちゃくちゃ多いんやって。これうちの塾生でもそう、塾生もそうというか、高校生、受験生全員そうだと思うんだけど、3月はこの日程で矢沢と今井が受験相談会を実施します。申し込みは動画概要欄の URL をクリック。この映像授業がいいとか、あの参考書がいいとかっていう、この表面的なものにとらわれて、結局そこから吸収するものが、必要なものを吸収できてない子っていう子がめちゃくちゃ多いわけですよね。だから僕たちは課題出します。課題出したらそれをできたかっていうのをプリントをやって確認するっていう、そんなよくあるありきたりな確認の仕方じゃなくて、もちろんプリントやって確認してもらうんだけど、間違った問題を先生に説明しなくてはいけないっていうリーズニングゼミっていうものがあります。わかります？先生に説明しないといけないってめちゃめちゃハードル高いの、わかります？全部わかってる先生に、この問題の解法は1やって2やって3です、どうですかって言ったら、いや、それは別に1やって3やったら回答に導けるから2は無駄な一手だよね。回答が合ってたとしても、正答に至るまでのプロセスがちゃんと説明できてなかったら、次に進ませないっていうものがあるんですね。はい。だから、ちゃんとできるようになるまで次進めないっていう形になってます。で、映像授業と参考書を組み合わせて。
で、これが結局、自己満足で終わってたらダメだから、それを、英語の科目、現代文の科目、古文の科目、社会の科目、文系、これの科目を、こういうようなバランスでやっていきましょうっていうのをコンサルティングでやって、かつ、モチベーションが下がってるような時に、モチベーションアップをするっていうのが、自習コンサルティングの強みです。っていうのが、まあ、学びズムの大きいサービスなんですけど、なんでこれに特化してるかって言ったら、そもそもここまでやったら、大学受験のことしかできないんですよ。はい。でもこれ僕本当に思うんですけど、あんまりね、あんまり言うのあれですけど、某個別指導塾とかは、小学生、中学生、高校生、大学受験までやってるわけじゃないですか。全然これまでの勉強と大学受験違うから。定期テストの点数取らすのと、大学受験成功させるの、全然違うから。で、大学受験に特化してこれやってるわけですよ。だから僕としては、ちょっと一緒にしてほしくないなっていうのは正直あります。まあ、これ以上言ってもあれなんで、まあこれぐらいにして次に行きたいと思います。続いてですね、自分の悩みを解決してくれる塾予備校なのかというところはちゃんと確認してほしいんです。っていうのもね、もちろん子供によって学びズムが最強だ、学びズムが一番いいと俺の塾やから思ってるよ、それはもちろん思ってる、そういう風なサービスをしてる自信があるんだけど、とは言っても個別指導塾が合ってる子もいるし、集団の授業をやる塾が合ってる子もいるし、有名な先生が出てる映像予備校に行くのがいいっていう子もいるだろうし、まちまちだと思います。まちまちだと思うんですけど、それがみんなが抱えてる悩みを解決するための手段として塾を使っているのかっていうのは考えてほしいんですよね。自分の悩みはこれっていうのが分かってるからこの塾がいいっていうのが決まるのであって、自分の悩みが分かってないのにこの塾がいいっていうのはもう結構かなり適当なものになるわけじゃないですか。友達がなんかいいって言ってたからとか、先生にお勧めされたからとか、そういうような理由になってくるわけじゃないですか。それって自分の抱えてる悩みが解決されるかどうか運じゃないですか。だからまずは自分が何で勉強ができてないのか、なぜ自分がうまくいってないのかっていうのをちゃんと洗った上でそれを解決してくれるのを探す。それが、言うたら塾が手段としてね、塾を手段として選ぶっていうのがめちゃくちゃ大事なわけです。で、やっぱり今まで私大入試を逆転合格させてきた身としては、こういうことで悩んでるのが多いな。高校2年生とか、新3年生とか、まあ、浪人生、受験生ね。こういうのに悩んでるのが高校生やっぱ多いんだなって思うのが、いくつか出しといたんですけど、今のやり方が正しいかどうかわからない。これ、ま、YouTube とか見てくれてる子とかだったら、少なからずこの悩みあると思います。勉強はし始めてる。勉強はし始めてるんだけど、これで合ってるんかわからない。これでいいんかわからない。自分の志望校にこれで間に合うのかどうかわからない。であったり、何から始めればいいかわからない。これまだ勉強してない子よね。勉強してない子は、結局、なんか行きたい大学あるんだけど、何が一番合理的な手段なのかわからない。ね。で、効率的なやり方がわからない、ね。高校生の間に勉強しようって何度か思った。何度か思ったんだけど、いつやってもうまくいかない。だから、僕はうまくいくやり方が分かってないんだ。効率的なやり方が分からない。で、ここら辺が多いんじゃないかなっていうふうに思います。仮に、もう学校の先生の授業がもうあまりに下手くそすぎるから、もう授業を受けてても理解できない。だから、いい先生の授業を受けたい。まあ、こういうような悩みもあるかもしれませんね。でも、僕は少ないと思ってるんですね。そういうのは。そういうのは少ないと思ってます。多くはこれらに集約されるかなっていうふうに思います。で、仮にね、今、僕が聞いてて多いな、これが、この悩みが多いな、もしいたらコメント欄に、ああ、確かにそれで悩んでたって教えてほしいんですけど、これで悩んでるんだったら、じゃあ自分は何がうまくいったら受験で成功するのかっていうのを、ここに穴埋めにしときました。はい、ここ埋めてみましょう。はい、ちょっと詰まっちゃったんですけど、これらの悩みって、やるべきことが明確で、そのやるべきことの実現をサポートしてくれる人がいれば、受かるんじゃないっていうふうに思いません？これ悩んでるんですよ。今のやり方が正しいかどうかわからない、何から始めればいいかわからない、効率的なやり方がわからないって、もし悩んでるんだとしたらですよ、もし悩んでるんだとしたら、じゃあそこからみんなのやるべきことが明確になって、実現をサポートしてくれる人が毎週毎週それをサポートしてくれたら、めちゃくちゃありがたいって思わへん？うん。僕が受験生に戻った時にそれしてくれるんやったら、めちゃくちゃありがたい。だって自分は、やるべきことを言われたら、本当にこの大学に行きたいっていう思いがあるからやってくるっていう根性はあるだろうし、でもやるべきことがわからない、やっててもこれが正しいかどうかわからないって悩んでるんだったら、やるべきことが明確で実現をサポートしてくれる人がいる状態っていうのを望んでるなって思ったんですね。で、行き着いたのがこの形なんですよ。
映像授業と参考書っていうのは手段じゃないですか。でこの手段をですね、結局どういう風な組み合わせで自分がやっていけば自分の志望校に最短なのかっていうのを自習コンサルティングで教えてくれる。しかも、僕たち講師側からすると、とりあえず授業を受けた、とりあえず参考書やったっていうので満足してる子をなくすためにリーズニングゼミがそれを補完してるっていう形。やったらこれらの悩みはやるべきことが明確になって実現をサポートしてくれる人がいるので限りなく逆転合格に近づきますっていうような形が学びズムの形。ごめん、学びズムの宣伝になっちゃったけど、でもなんで絶対学びズムだっていうふうに言わないかって言ったら、この悩みかどうかは微妙だからなんですね。みんな人それぞれ悩みは違います。ただ僕はこういうので悩んでる子が多いなと思ったから、これを解決するためのサービスを作ったわけですね。で多くの受験生、多くの高校生が自分の悩みとその悩みを解決するための手段としての塾選びっていうのをマジでごちゃごちゃにしてるというか、マジで考えてない子が多いのよね。それって確かに高校受験まではそれで良かったのよ。だって塾が受からしてくれるから。受からしてくれるからってどういうことかって言ったら、ほとんどの子が受かる受験だから。そうでしょ。だって倍率も平均したら 1.2 倍とかやんか。じゃあ120人いたら20人落ちて100人受かって、みんなと同じように勉強してたら受かるのが高校受験までだから。でも大学受験は5人に1人しか受からないから、100人いたら20人しか受からないから、うん、でそういうような違いがあって、ひっくり返そうと思ったらこの形しかないと正直今僕は思ってます。はい。だから僕自身は一番学びズムが特に難関次第に行く、早稲田に行く、慶応に行く、カンカン同率に行く、マーチに行く、南山に行く、そういうような、日本でよく知られている私立大学に行くとしたら、僕たちよりも効率的な塾は日本にないと言い切れます。はい、これは自信を持って言い切れるんで、もしですね、その難関次第を目指していて、かつこれらの悩みって確かに今自分持ってるよなっていう子はですね、学びズムの門を叩いてほしいなというふうに思います。しかもこのタイミングだったらですね、動画でもよく言ってますけど、春季講習今開催してます。これは内部生だけじゃなくて外部生も受けられる形になってるので、外部生はですね、これらのサービス、映像授業も見れるし、参考書学習もできるし、それをフォローするコンサルティングもついてます。でリーズニングゼミは校舎でしかないんだけど、オンラインコースだったらリーズニングゼミに代わるものを個別で、取っていただくっていう形もできるんで、一応ですね、オンラインでも校舎でもこれらのサービスは、全て受け入れるというような形になってます。なんで、春季講習オンラインだったら1ヶ月間受講できます。校舎だったら2週間受講できます。確かに今自分これで悩んでるなっていう子はですね、必ず報われる春季講習になってるので、ぜひご参加いただければなというふうに思います。それではこの動画はここまでにしたいと思います。この動画の考え方がですね、共感できたよという人は、高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。カンカン同率模試申し込み受付中。全科目映像解説付きで自宅からでも受講可能。申し込みは動画概要欄の URL をクリック。